こちらの動画では防災照明のメンテナンスについてご説明します。防災照明とは、停電が発生した際に人々が安全に避難できるよう手助けをする照明器具で、主に誘導灯と非常用照明があります。どちらも定期的にメンテナンスを行うことが非常に重要であり、メンテナンスを怠った場合、万が一の際に役割を果たすことができなくなります。平成24年5月13日に広島県福山市にあるホテルで7名が亡くなる大きな火災が発生しました。この火災をきっかけに、消防用設備及び建築設備のメンテナンス状況の実態を総務省消防庁と国土交通省が調査を行いました。その結果、誘導灯では約 26%、 非常用照明では約 22% の違反事例が見つかりました。このような事態にならないように、消防法や建築基準法では設備の維持保全に関する法令があり、消防法では6ヶ月ごと、建築基準法では1年以内ごとに点検・報告をすることが義務付けられています。報告が必要となる建築物及び期間は細かく決められていますので、詳しくは所管する役所窓口までお問い合わせください。定期点検の報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合、罰則規定が設けられています。消防法では30万円以下の罰金または拘留、建築基準法では100万円以下の罰金となる場合があります。それではそれぞれの点検項目について見てみましょう。まずは誘導灯です。誘導灯の点検項目は、外箱および表示面、非常電源、光源、点検スイッチ、欠線接続などがあり、主に目視や操作による点検となります。外箱および表示面の点検では、誘導灯の種類や本体の変形および設置されている場所に視界の妨げとなるものがないかなどを確認します。非常電源の点検では、外形や表示に加え、非常電源に切り替えた際に定格の時間点灯するかを確認します。そして光源、点検スイッチ、欠線接続の点検です。光源の点検では、ちらつきなどがなく正常に点灯しているか、点検スイッチの点検では、操作した際に自動的に非常電源へと切り替えができるか、欠線接続の点検では、端子の緩みや損傷などがないかを確認します。次に非常用照明の点検項目です。非常用照明の点検項目は、照明器具や蓄電池の状態や性能などがあり、主に目視や操作による点検となります。照明器具の点検では、器具の取り付け状況を目視や触診で確認します。電池内蔵型の蓄電池の点検では、非常点灯時の照度や点灯時間の確認及び配線の状態などを確認します。電源別地型の場合には、蓄電池設備や自家発電設備の点検も必要となります。これらの点検方法は、設置する設備の種類によって異なりますので、詳しくは蓄電池設備や自家発電設備のメーカーにお問い合わせください。それでは非常電源の確認方法についてもう少し詳しく見てみましょう。誘導灯および非常用照明は、非常電源への切り替えや点灯時間の確認が必要です。確認には、器具の点検スイッチを操作したり、ブレーカーを遮断して非常点灯させるなどの方法があります。非常点灯時間は、
リモコンを使用することでも簡単に確認することができます。それでは非常用照明を例として点検の様子を見てみましょう。まず器具に向けて点検スイッチを押します。蓄電池による非常点灯が開始します。誘導灯は20分間、非常用照明は30分間、長時間定格型は60分間点灯します。非常光源が自動消灯後、緑の充電モニターを確認してください。このように点灯していれば、このままご使用いただけます。点滅している場合は、蓄電池の交換が必要です。今回は防災照明のメンテナンスについてご説明しました。これまで第1章から第4章の動画では、防災照明の基本についてお伝えいたしました。ぜひともお仕事などにお役立てください。